本日肉はですね、はい、肉の量なんと 700g 使ってます。計算に、はい、特に分量とかは一つも考えてないですね。あれいっちゃいかな、スパイスたちを。おお、ここで今日のメイン、今日のメインのスパイス、ちょっと弱火にさせていただきまして、まずは塩コショウと。おお、まあ、味ないといけないんで、塩はまあこんぐらいかな、しっかりめにで、コショウもまあ、はいはい、まあ、こんぐらい。さあこっからですね、こっからです。こっから、こっから大事や、大事な、いよいよスパイス、いよいよスパイスカレーのスパイシーたちを入れていこうか。スパイシーたちを軸となる。そう、きっとコリアンダーじゃないじゃないかって。書いてあるもん、カレーによく使われる爽やかな香り。おお、食べてみる、これ味に。どんな味ですか？え？なんかお線香みたいな。お線香。お線香みたいな味。そう、だからお線香みたいなのどんぐらい入れるかっていうね。まあ、結構入れるんですね。結構強気っすね。次、クミン。クミン。聞いたことあるよね、これ。名前は。あ、お米炊きましたね。お。あ、ほら。インド料理には欠かせない強い香りが特徴。おぉ、ちょっと舐めてみた方がいいじゃん。で、出すぎたの。爽やかからの、あ、来てる。カレーの味する。ちょっと水飲みました。ノーダワリ。結構ですよ。結構入れる。結構入れる派でしょ。入れる派なの。入れる派なの。で、ここでターメリック、ね。ターメリック。そう。これは言っとかなくていいですか、ね。ちょっと舐めてかね。はい。ターメリックはちょっと多いですよ。お。ターメリックなんか渋い感じの。あ、いい情報だよ。リアクションは全部一緒なの。すげえな、おい。どんな味したんですか、これ。結構、やばい、結構どんな味かな、これ。なんだろう、なんか基本的に全部漢方の味だ。漢方、うん、じゃあ体にいいかな。うまいだ。ちょっとやっぱりブラックペッパーのね、気持ち。ブラペですね、はい、俺はもっと塩が足りないと思ってるんですよ、絶対に。でも味見してみよう。そうですね、一回大事。一回味見してみよう。一回ちょっと行ってきます。どうですか。分かってない。これは何かな。お肉いってみたらどうですか、ちょっと。そうだね、はい、肉のちょっといいところ、肉のちょっとちっちゃいところ、ちっちゃい。皮熱い、これ絶対熱い、あったい。うん、あれ分かってないよ。塩コショウ、塩が足りない気がする。薄かったんすか。なんかカレーっぽくないから、やっぱりコリアンダーだな。コリアンダー、コリアンダー、あ、酔ってますね、コリアンダー。やっぱカレーといえばやっぱクミ。ということで、このぐらいでよろしいでしょうか。すごい。
川崎心配するんだ。料理気持ちよさ。さすがっす。マジで特にもない。青くか。ああ、でも美味しそう。グツグツ煮込んでる。うまそう。もう匂いが。そうでしょ。匂いがすごい、もうカレーや。じゃあ皆さんご飯を盛るので。これはいいパパになりそうですね。確かに減量中だから考えます。嬉しいっす。カズキもね、今回減量中。ありがてえ。ありがてえ。まあおかわりして、本当に。キーフどんぐらい？いや、それぐらいで。え、どれぐらい？それぐらいで。いや、多いっす。どんぐらい？さあ、ここに、よそっていきましょう。はい、よし。ついに、この時が。言うてそんなにね、量がないんですよ、量が。うまい。すごいしかも具沢山。具沢山。肉カレー。スパイス。肉スパイスカレーです、ね。配分ねこの。うん、できた。お。できました。完成。できました。いいね。ありがとうございます。はい、どうぞ。うわうまそう。うまそう。食べたい。食べたい。川崎もこれフレンチ。これ川崎。フレンチ。これ俺。まああれだよ。待ってるかちょっとルー入れる人。いやーありがたい。減量中にこれはもう。奇跡のうまそう。この人生初スパイスカレー、はい、いただきます。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 美味しそう。うんうんうん、うまい。うまっ。すいません。うまっ。いよいよ。いただきます。うまっ。うまくない。マジでうまい。ちょっと舐めてました。うまいでしょ。ごめんなさい。本当にうまい。ダメろ。味めっちゃちょうどいいじゃないですか。しかもちゃんとスパイスの味がね効いてる。なんなの天才ってこと？肉もプリプリでうまい。天才ってことこれ。ちゃんと絡まってますね、この具と味が。ご飯を食ったのか分かんない。めちゃめちゃうまい。めっちゃ幸せ。うわめちゃめちゃうまい、マジで。これ自分で言ってるけどうまいっすね。すごい。そこはまずグツッとけよ。え？な一回ミスるよな。本当に本当にミスらなかった。うまいカレーの道みたいなできたかもしれないけど。カレーじゃない食い物になったみたいでよかった。なんかうまいけどカレーじゃなかったみたいなオチじゃないの。ちゃんとみんな幸せになる。うん、そう。一回水の時どうなるかと思って。そうですね。全然水っぽくないし。全然水っぽくない。何これ。ちゃんとカレー。うまっ。めっちゃ食いて。めっちゃちゃんと食いたかった。また作ってあげるね。また作ってください。本当にうまい。いいっすね。うん、これヘルシーだ。ごちそうさまでした。うわあっという間。
まだ行くんですか。というわけで結果は、結果は大成功、大成功、大成功めちゃくちゃうまかった。大成功だったということで、はい、次回は違うスパイスカレー、またカレーまたカレーなの、じゃない、いろんなカレーにチャレンジか、俺作ったことない、はい、ハンバーグか、おー、うんうん、なんかそういう、なんか俺こういうのやったことない、はい、こういうやつそう、ハンバーグにしようか、じゃあハンバーグ、何が食べたい、カズキ、でもハンバーグ、僕手作りハンバーグめっちゃ好きなんですよ、行こう、次回は手作りハンバーグ作ります。いや、とりあえずカレーが本当に美味しかった気持ちがやっぱこもってましたね。愛があるから、愛が入ってました。すごいね。ということで、皆さん、はい、またねー。